はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は円卓ガチャを引いていきたいと思います。円卓高校が配信になりましたので、その3キャラですね、モード君とアーサーとクネビアちゃんが、デビューキャラとして登場してますと。でガチャの内容としては、50連のところまで、まあ、バナー SR 以上確定という、まあ、確定枠があるんですけれども、まあ結構きついよね。前回のガチャでも言いましたけれども、前回の精鋭ピックアップキャラも50連で、円卓の今回も50連で、さらに来週がクリスマスかな、でそこからまたお正月とつながっていく中で、まあ、これだけね、その50連と連発されると、かなりきついので、円卓ガチャに関しては今回30連目の、バナー SR 確定のところまでとりあえず引いていきたいと思います。じゃあ早速ガチャの方を引いていきましょうと。あ、そう、あとね、チケットの方も今回、放出していきます。まあ、あのツイッターとかね、見させてもらってると、やっぱりこの円卓に備えて、ガチャのチケットを溜め込んでいた人が、多いので、まあ、自分もね結構、消費はしてきたんですけれども、最近、チケットの方は抑えて、ちょっと溜め込んでありますというところで、まずはガチャ、単ガチャ1回目は例によって引いていきましょう。これはいつも通り普通かな。モードくんのレア、めっちゃ普通だな。じゃあ次が10連目ですね。ここは SR 出現率2倍になってて、バナー PR 以上が確定してますと。だからバナー枠で SR が入ってくれてると嬉しい。これは期待薄だね。うん、入ってない。クネビアちゃん、まあ、ただ PR だからね。アーサーのレア、レアって言ってもさ、なんていうの、もうそんなにレア感がないよね。もうもはやこう SR 以外はあんまり人権がないんで、こういうゲームは、まあ、ちょっと悲しいところはありますけれども、じゃあ20連目、ここは SR 以上が1枚確定してますと。あ、ちなみにね、あのモード君、アーサー君、クネビアちゃん3人とも常設キャラなんで、一応その常設枠からも出現しますね。まあ、だからあのチケットの方からも、出るんですけれども、さっきと同じ演出だけど、ここは1枚入ってる、1枚だけ。まあ、六本木なんかちょいちょい出るな六本木ちょいちょい出るよね。でクネビアちゃんのアールド。さてじゃあ最後の30連目、ここはバナーキャラが確定しているので、まあ誰かは出てきますと。まあ、野手はね、ちょっとモード君やっぱり入れておきたいし、投手はアーサー入れておきたいしっていうのはあるんですけれども、クネビアちゃんですね。まあ、選手キャラは借りましょう。クネビアちゃんはね、ちょっとクリスマスでね、体力が回復しないっていうか、むしろ体力が減るっていうところがね、ちょっと癖のあるキャラなんで、なかなか扱いは難しいですね。でチケットがあるんですけど、ちょっとボックスの方は整理してこないといけないので、ボックスを整理します。はい、じゃあちょっと、空きを作ってきましたので、とりあえず PR ガチャチケットはいいでしょう。ちょっとほっといて、あの裏で引いときます。 SR ガチャチケットが一応14枚で、 PSR が1枚で、補助券40枚で、PSR の補助券が、まあ、7枚あるんで1回引けますという感じになっておりますので、まずは SR ガチャチケット、こちらから消費していきますか。一気に10連いっちゃいますと。あれ枠足りる？一応虹が出てんな。1ランク上とか出るよね。あ、キラーンがないわ。いつも通りのキラーンがない。あと19枠か。いやー、あ、虹谷が出た。よしよしよし。おたき
キリク2つあるし。まあサイリさんもね、独身術がサイリさんしかなかった時は良かったけど、今は強キャラで独身術くれる人がいますからね。ここはちょっとまあ虹谷くらいかな、収穫があったのは。であと4枚残ってるでしょ、これもいきましょう。今常設ってだから何キャラなの。ちなみにチケットからってさ、その蛇島とかそこら辺出るんだっけ。普通ハリムラが出るってことは出るわ。うん、微妙で、次が補助券40枚で8キャラでしょ。あ、いけんな、枠は足りますね。まあとは出てくれるかどうかっていうところだけど、今までの引きを見ると今日はちょっとよろしくないよね。そういう日なので、まあ、こういうのはね改めるのが一番いいんですけれども。有村また出たよ。おお、これなんだっけ、右京か左京かどっちか分かんないけど、久々に見たな。まあ、このままガンガンいきましょう。もう期待はできないけど、ガチャチケットがあるんでこれ1枚引きますと。SR ガチャチケットもなんで手に入れたのかすら覚えてない。あ、マグロだ、よしよしよし、マグロの PSR はいいな。これ解放できるのはかなりでかい。 PSR 解放するの大変だからね本当に。で最後の補助券もいきましょう。今回ちょっと投手が良かったかな。まあ虹谷解放できて、虹谷もね PSR 持ってるんでそこは良かったかな。で金原いらん。まあいずれミキサーしてあげましょう君は。というような、感じになりましたので、まあまたね次回は円卓高校、サクセスの方やっていきたいんですけども、円卓はねちょいと苦手なんですよね。そのシステム周りがいまいちまだその全部理解しきれてないんで、まあ、ちょっと試行錯誤をしながらというような形には、なっていきますけれども、次回は円卓のサクセスをやっていきます。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。